はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ビサススタッフロストです。さあ本日なんですが、マナドゥムね、これ実装されてマジでありがたい。マジでコナミよくやった。これね、マナドゥムトレノスークタっていうモンスターとこ の, あのアムリタイラっていうモンスターが追加されまして、マナドゥムデッキかなり強化入りました。めちゃくちゃ強くなった。まあどういう風に強くなったかっていうと、まずトリノスークタ君がですね、これ社員加工見にくいな、シンクロ召喚に成功した場合に自分の持ちのレベル2チューナーを特殊化できるっていうレベル6のシンクロチューナーなんですよね。でこれでチューナーを蘇生してアムリタイラもするんですけども、アムリタイラってこれチューナー同士でシンクロ召喚できる結構特殊なモンスターでね、これがモンスター等に存在する限りまずね、スタッフローストとして扱えるということで、これがマジで強い。まずビサススタッフローストとして扱うから、チューナーが、手札から特殊召喚できます。はい。今まではカラリウムで打点が上がって特殊召喚できないじゃん、ふざけんなと、叫んでいたと思うんですけども、これ特殊召喚できますと、アムリタがいればね。でさらに、こいつがシンクロ召喚に成功した場合、デッキからビサススタクロストのカード名が記された魔法トラップカードを手札に加える。見てください、加えられるカードの数こんだけあるんですよ。やばくないですか、これ全部加えられます。びっくりしましたね。これね、ビサススタッフロスト、まあ、世界旅行をしてるからね、この人。だからもうこんなの選択肢があると。で、今日はちょっと基本的にはペルレイノとかカラリウムとかをサーチしてこようかなと、はい、思ってますね。で、そっからビサススタッフロストになってるんで、これが、スキアクロー展開が可能となってまして、でライフオビアからの、まあ、ライヒーハート特殊感とかまでいけます。これめちゃくちゃ強いですね。で、今日はそのじゃあマナドゥムを使って何をするかと。はい、まあ真面目にねレベル10シンクロを並べて妨害していくっていう構築ももちろんできるんですけども、まあちょっとまあそれちょっと龍実況チャンネルっぽくないなと。真面目にマナドゥムするのはもう他のチャンネルにお任せしまして、今日はこれを爆弾していきました。アルカラフォース21ザワールド、召喚判定召喚特殊召喚に成功した時コイントスを1回行って表だった場合相手のターンを、スキップ、ずっと俺のターン。これね、カオスルーラっていう最強モンスターが禁止になりまして、ちょっと確定ルートがなくなっちゃったんですよ一瞬なんですけど、ちょっといろいろ考えた結果、なんか代行者使ったらいけんなってなって、このエムーンとかこの、ステルスティアのやつロードプルシアスを使えば結構簡単にこれ爆弾させることができるようになりました。で一応コイントス1回行って裏が出ちゃった場合もジーダンティスを作ってもう1回チャレンジするっていう、なんか2回コイントスできるんで一旦に、だから、まあ、75% ですね。 75% の確率でターンスキップができるできと、思っていただければ構わないです。でそれの、まあ、必要パーツが一応リウムハートプラスアブシジョンかチューナーどっちかみたいな感じ。もうこのハンドであれば、妨害がなければね、妨害なければ、いけるというところで、まあもちろんね妨害食らっちゃった場合は、普通の重心クロデッキとして戦おうかなというふうに思っております。はい、早速ですね、爆弾させていきましょう。コインは当然、そう、聖地、デュエル、スタンバイ。カオスルーラーの禁止、マジでいて、マジでいて、本当にいて。まあ、ただ、リペアを得意としている、我が龍実況チャンネル。またクソリッキをね、マナドゥムを使って爆弾させてきたんで、こちら分回していきたいと思います。マナドゥム、リムハート召喚、効果増。なんかダブルクリックしたときさ、効果確定できるんだけど、なんかいまいちなんかクリックの性能が悪いんだよな。これ PC の問題か。まあ、トリット特殊召喚なんか何もなさそう。相手ニビル、まあ、ニビルだけやなと。ニビルバカ踏むから、展開途中でなんで、まあ、ニビルだけなければもうなんか勝ちだけど、ちなみに実質これ先行ワンキルなんで、まあ、なんでかというとターンスキップをね今からね皆さんにお見合いしていくんですけども、相手は壁、対戦相手というかまあ壁、相手は壁なんで、ターンスキップって結局要は2回ターンするから、まあ先行ワンキルなんですよ。ターン渡んないんだから、はい、まあ、だから先行でぶん殴ってるみたいなもんだね。先行でなんもない盤面、ガラ空きの盤面の相手の顔面をぶん殴るみたいなことをしてるわけじゃないですか。はい、でアムリターラちゃんこれマジ強えんだよ、これマジでやばい。ああ、こいつの可能性これ無限大で、ペルレイの発動でペルレイの効果、スタッフロストというのに加えてで応援でですね、これペルレイの間違えた、ビサスアムリターラちゃんがこれスタッフロストになれるんで、これライトハード出ると、これマジでこの動きね、これマラデムからちゃんとしっかりとスキャグロンにつながると、トリノスクタ&アムリターラ、これさすがに最強。さあとりあえずライフォビアを発動し、
カードを特定のカードを手札に加えていく。オッケー。ほんで、スキャクのライキカードを特殊召喚して、ノバをサーチしながら、一旦カラリウムは発動しても OK ですね。で、カラリウムは発動して、これどっち使ってやるんだっけ？これミークかな？トリット先出したんだよ、俺。これどっちだっけな？あれ？多分ミーク。確かミーク。で、ミーク持ってくる。で、スタッフロスト出す。爆破ライトハート。OK。よいしょ。これはね、場所結構大事なんだよ、これ。ここでいいわ。場所結構大事っす、これちなみに。はい。結構大事っす。で、ライトハート墓地から蘇ってきて、ビサスいるからね。はい。これタイミングマジで重要だから、特殊召喚するタイミング。ほんで、ちなみに今ビサスがいるからミーク出したからね。はい。これこのタイミング以外出さなくなっちゃうから。で、クローシープ出すじゃないですか。で、ノバーぶち込みまして、スキャクロー、間違えた、ビサススタクロスと特殊召喚。で、シンクロレベル10。バロバロバロンです。世界最地の、一番遅いと言われているニビルヘアのこれ。はい。で、フルルトバロンです。で、バロネス効果発動して、ミークを叩き割りますと。で、ミーク叩き割ると、ミークの効果がびっくりして、うわーって言いながら、自分と同じやつ出してくるっていう効果と、あとカラリウムの効果で爆破されたやつを蘇生。これで天使族モンスターをなんかその増殖させるという動きですね。はい。はい。で、はい、はい。OK。で、レベル変化いいえ。で、一旦ですね、天使族モンスター2体で、これ多分こっから皆さん、もうなんか、代行者触ってた方だったら、ああ、はいはいってなるかもしれないですけど、で代行者のこのムーンの効果、天使族モンスター送る、代行者モンスターか、代行者系モンスター送る、で、自分の墓地に、ビシャス・アストラードの素材揃ってるんで、2体除外して融合、クロシープのリング先、でクロシープのリンク先に融合モンスターが爆誕するとクロシープもびっくりして、自分のもちろん、レベル4以下のモンスターを蘇生できるという効果で、これでレベル2のチューナーを蘇生させていく。ちなみに皆さん、ビシャス・アストラウド の種族何か知ってます？天使族なんですよね。ということで天使族モンスターの、魂を使ってマスタークリア、ヒュペリオンを爆誕、効果発動。代行者系のモンスターを墓地に送って名前をコピー、そして自分の墓地のマジェスティヒュペリオンの効果、特殊召喚しながら除外されたネプチューンの効果、天空の聖域をサーチ。ふん、気づいたや、気づいたかみんな。天空の聖域を発動。そして天使族モンスター2体以上でリンク召喚、現れろセレスティアルナイトロールパーシアス爆弾、効果発動。天空の聖域が存在する場合、手札を1枚墓地に送ることによって、敵から天使族モンスターを何でもサーチ。うおー、最強モンスター。そして天使族モンスターを墓地に送りながらエルフをリンク召喚、パーシアス効果。うおー、天使族モンスターをゲームから除外し、自分の手札より天使族モンスターを特殊召喚、現れよアルカナボース21ザ・ワールド、効果発動。コインは当然聖地だ。よーし、イエス、オーイエス。まあ一応コストを創生させておくぜ。ちなみにアルカナフォース21の効果、コインが聖地だった場合、モンスターを2体リリースすることによってエンドフェイス、相手のターンを完全にスキップし、もう一回俺のターンを行う。ユームセット、アルカナフォース21ザ・ワールドの効果、モンスターを2体送ってターンをスキップ、ずっと俺のターン、ドロー増援。はい、特にこれやることもないんでバトルフェーズに行きましょう。もう高速バトル、うおー、相手は壁、対戦相手は壁、対戦ありがとうございました。気持ちいいな、これは気持ちいいわ。実質先行ワンキル、まあ相手は気持ちいいなんだろうけどね。何もねえ、見守りましょう、相手の展開を。おっと、おっと、彼岸にしよう。お、何これ、あれか、
あの伝説の親子ムーブ、これ出た親子ムーブだ。これちなみにめちゃくちゃ強化されてましたからね。あのスピードロイドベイゴマックスっていうね1枚衝動が増えましたからね。まあホリススコーピオンも使えるんですけどね。レベル3 2体を展開することによって、まあ全倍ムーブに移行するというね。これあのクソデッカーが一番喜んでるという強化、これスピードロイドベイゴマックス3枚、これやこれが一番やばいですね、はい、一番強い全枚以降何。まあこっからはもうなんかもう皆さんよくご存知かなと思うので、多分スキップスとかすると思うけどね。はい、多分オリジナリティが出るのって多分この辺からなんだよな。なんかレスキューフェレットで何をリクルートしてくるかによってなんか結構これルート変わってきたりはするんだけど、スカルデッドの効果でガーディアンスライム出てきた。が何ガーディアンスライム出てきた謎の魔導雑貨商人、草魔導雑貨商人はやばい、さすがに。あーわからんわからないけどやばいことわかる、わからんけど やばいことだけはわかる、何かやばいことをしようとしているということだけはわかる。あーそういうことね、はい、なるほど。ジーランティス組んでこれあれか、もう一回やり直すスタイルね、やり直しスタイルね。これあれか、魔導雑貨商人さんリバースされるやつか、これ。さあ AD チェンジャーの効果によって魔導雑貨商人がリバースされる。きた、やばい、ラーの抑止流、なに、わからん、わからんぞ、わからんけど何かやばいことをしようとしてるぞ、わからんけども。魔導雑貨商人の効果のこれ処理長いねん、これ長すぎんねん、これマジでキモいの。なんかさ、このめくる処理だけマジでもうちょっと早くできない、コナミ君マジで遅いんだけど。まあ、そんなめくんないからみんな多分わかんないか、そんなめくることないもんね。妊娠の呪文、これヒーラーテクテキストでしょうね。さあこれで魂吸収、なるほど、わからん。カードが除外されるために回復するやつですね。でイニシエの呪文の効果と魂の吸収の効果、小屋回復、なるほど。どういうギミック、黒シープ、ディサイブルでイブ、はあ、なるほど。一体全体今何が起ころうとしてるんだ、これは。俺は全く分からんぞ、何が起きているんだ。はあ、イブ・ジーランティス、コーラル・アネモネ、なるほど。コーラル・アネモネは水属性モンスターを特殊召喚するという効果、かっこ水属性縛りつくみたいな、まあそういうね、モンスターでございますが、白雪の効果が発動されてレベル4のモンスターとして蘇ってくる。白雪の効果発動、はい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 、効果で、また、めっちゃカード除外して蘇ってくる。なんか一緒、あ、これあれか、魂吸収で回復しようとしてんのか、これなんかこれすごい量の回復もしかしてしようとしてる、もしかしてだけど、これもしかして白雪の方が一生使って、これあれか、これどうなんのこれ。魂吸収って確か強制効果だよね、やばい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 。確か魂吸収がゲームから除外されるたびに自分は1枚につき500ライフポイント回復する。だからつまりこれ、あ、わかった、これなんか無限に回復しようとしてるってこと、これ。で白雪処理そろそろ終わりますよと言うと魂吸収の効果が発動して、あー、やばい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 、チェーンが強制だからね、これあれだもんね、その食べにだからもう一生これあれでしょ、ライフ回復できるでしょ。これライフいくつなんだ、これわかんねえけ どチェーン重ねすぎだろ、何回除外したんだ。白雪の効果に耐えつけろ、あー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 あああああ、これライフいくつなんですか、これわかんないですけど、なチェーン83500、やばすぎ、3500、ああ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 あ、なんじゃこれ、なんじゃこれ、やばいこと起きた。え、これやばくないだって、36500あるけど、36400、やば4万、あー、いつの間に
ラーの抑止力さん逃げて、また射出されようとします。いやだからさ、ちょお前さ、そのさ、せっかく演出ついたんだからさ、殴れよラーで。